マンフレッドマンズ・アース・バンドは、イングランド出身のロックバンド。南アフリカ出身の鍵盤奏者、マンフレッドマンが、マンフレッドマン、マンフレッドマン・チャプター3を経て設立した、3番目のリーダーバンドとして知られる。1960年代、南アフリカ共和国出身の、オルガニストマンフレッドマンは英国に渡り、ブリティッシュビートバンド、マンフレッドマンやジャズロックバンド、 マンフレッドマンチャプター3を結成して活動。チャプター3解散後の1971年、マンフレッドは、ミック・ロジャース、コリン・パッテンデン、クリス・スレードと新たなバンドを始める。当初は、かつてのバンド名、マンフレッドマンミ・ミア・タン・アースバンドと名乗っていたが、ファーストアルバム、マンフレッドマンズ・アースバンド、1972年でデビューした頃に、両方を取り入れた。 原稿名で確定した。音楽性は当時まだ普及し始めたばかりの電子鍵盤、モールシンセサイザーを駆使したプログレッシブロックを展開。当初はアレンジしたカバー曲も含み、特にボブ・ディランの楽曲を好んで採用していた。コンスタントにリリースを重ね、シックススアルバム、ナイチンゲイルズボンバーズ1975年の期間までが最もプログレハード色が濃かった。 1975年、ボーカルも兼任していたミック・ロジャースが脱退。代わりに、クリス・トンプソン、デイブ・フレッドの1000人プレイヤーが加入して5人編成となり、ここから、ポピュラー色も加味した路線に移行する。最初のセブンスアルバム、静かなる叫び、1976年が、バンドにとって、初めて全米チャート上位に食い込み、シングルカットしたブルース・スプリングスティーンのカバー曲。 光に目もくらみが全米1位を獲得する。その後さらにポピュラー化が進み、1980年代には当時の流行に沿った AOR 的サウンドに変化していった。一方でアフリカの民族音楽を意識したイレブンスアルバムサムホヤ・イン・アフリカ、1983年といった一色作も残している。同年からミック・ロジャースが復帰。 1990年代以降は作品のリリース自体が減少したものの往年のメンバーも出入りしながらライブ活動を続けている。ありがとうございます。